球に降下しようとするハマーンの艦隊にアーガマは攻撃をし、ブライト艦長はそんな中プルを正気に戻さなきゃ。止まらないよ、誰か止めて。キュベレイ、プルなのか。プル、地球の引力に捕まったのか。怖いよ、助けてクド。プル、俺はわかるのか。よし、待ってろよ、今助けるからな。引力に引かれながら落ちるって本当に怖い。プルは泣いちゃうし、地球はまでも。しかし地球力づくだから初めていいな。ネオジオン総帥ミネバザビ秘伝家である。秘伝家は地中圏より遠く離れたアクシズの地より、アースノイドとスペースノイドの融和、そして繁栄を日夜祈っておられた。今日この良き日にダカールの地にネオジオンの足跡を記すことを秘伝家はこの上なくお喜びである。各も盛大にお集まりいただき、秘伝家の後見人たるこのハマーン、秘伝家に代わり地球連邦政府の関係各位に心よりお礼を申し上げる。地球連邦ってザビ家を倒そうとした大人の人たちだったんじゃないの？何なのこれ、みんな嘘をついてる。心から笑ってる人なんてここには一人もいない。リンダ、よく見ておけ。ここにいるのは地球連邦の大人たちだ。彼らは強い者に身を寄せるしか生きる術を持たない連中だ。すぐになれる。笑顔だけは忘れないよ。はい。Thank you.
少年。見つかった。失望したぞ、受動アーシタ。残念だったな。せっかくのパーティーがめちゃめちゃになって。お前にはわからないのか。このパーティーに駆けつけ、我らネオジオンに尻尾を振る大人たちこそ、この地球を腐らせる根源なのだと。だからって、あなたに正義があるとは思えないな。私はアステロイドベルトで、暗く冷たい宇宙を見つめながら何年も生きてきた。その間に地球の愚かな人間たちは何をした。地球再建に奔走するあまり、地球の汚染を顧みず、あろうことか汚染を拡大させてきた。それを許すわけにはいかない。私はお前といるとスラスラと本心を喋ってしまう。不思議なものだ。そんなことを言っても俺はあんたのものにはならない。分かっている。お前には確かにニュータイプの要素を感じるが、お前は流れに乗るということを知らなさすぎる。直感だけに頼っていればいずれ破滅するぞ。ニュータイプなんて知らないね。俺はリーナを助けるだけだ。この後に及んでは、初めは受動はし、お兄ちゃん逃げて。リーナ、そういうことか。グレミーは今度は私嫌いだ。続きは天国とかで。あ、リーナ、リーナ大丈夫、かすっただけだから。アマン、貴様、よくも。なんだこの強烈なプレッシャーは。お兄ちゃん、早く逃げないと。そうだな、早くリーナを医者に見せないと。お兄ちゃん、エルたちは戦っている。ガンダム、みんな。ああ、お兄ちゃんを。お前放った。お兄ちゃん、言ってあげて。ダメだ。それじゃあ止め。お兄ちゃん、すぐ戻る。受動め、ここまで苦労して教育したリーナを無様だと取り戻されてたまるか。
神妙は。落としてみせるって。
様の首いただく。俺だってちゃんとやってる。
We'll be right back.
そんな嘘だろ。リーナ、ジュド、リーナがどうかしたの？ねえジュド、まさかリーナがあの建物に。怪我をして休ませてた。リーナが中にいたのか。本当に死んだの？そんなの嘘だよね。ジュド、もうすぐ敵の援軍が来るわ。引き上げないと。いやだ、リーナはまだどこかで生きてるかもしれないんだぞ。俺の助けを待ってるかもしれないんだぞ。めめしい真似はやめなさい。感傷に溺れてると今度はあなたが死んじゃうのよ。昔の人はもっともっと理不尽なことで死んでいったわ。それこそ何千何万という人々がそれでも大…そんなの受動に関係ないもん。関係あるわよ。これは戦争なんだもの。戦争？そうよ、これは戦争よ。悔しかったらもう一度戦う気力を取り戻して。ジュド、アーガマに戻ろうよ。私はリーナの代わりにはなれないかもしれないけど、元気のないジュドなんてジュドじゃない。いつの時代も子供が戦争の犠牲になるのかよ。We'll be right back.